当館はですね、桜家文書という戦国武士が残した古文書、文書30点を所蔵しておりまして、近世文書19点、中世文書11点の合計30点所蔵しております。で、今回はその30点の修復が終わりましたので、その修復の完成を記念して今回展覧会を開催させていただきます。桜家という武士なんですけれど、タイトルにありますようにあまり知られた武士では全然ないんですね。戦国時代から江戸時代に変わっていく、戦争から平和に転換する動乱の時代なんですけれど、この時代においてはですね、大体戦国大名とか有名な武将がよく取り上げられるんですが、今回桜井家という文書の展覧会はですね、そうした大きな権力ではなくて、小さな一武士、名前も知られていないような戦国武士をテーマにですね、戦国時代から江戸時代に変わっていく、転換する時代のその動乱をですね、彼の視点から見ていきたいなと考えております。当店のですね、展覧会での何と言っても目玉はですね、こちらにございます、我ら走り巡りの覚えという資料です。で、走り巡りというのはですね、当時の言葉で言うと、一生懸命頑張ったという、意味になります。で、これはですね、今回桜井家文書の主人公でもあります桜井武平さんが作成した資料でして、松平忠直という越前の2代目藩主に仕えるんですけれど、藩がお取り潰しになってしまうんですね。で、藩がなくなってしまった結果、新しい藩に就職しないといけない、そのですね、就職の際に作った資料でして、自分がこれまで戦国時代の戦争から江戸時代初期のですね、さまざまな家中騒動、いわゆる派閥闘争なんですけど、で、戦争でどれだけ頑張ったかという資料になります。これはですね、今でいうところのまさに就職活動の時に出されるような履歴書にあたるもので、桜井武平がこれまでどんな戦争で頑張ってきたかといったものをここで書いております。こちらの資料はですね、北条氏直勘定でして、桜井武平さんが足利の地で伏兵として頑張ったことをですね、記している資料です。この資料が根拠になりまして、我ら走り巡りの覚えの方でも足利の地で頑張ったことが記されております。コレクション展に関連して、当館常設展ではトピック展関東足利市をですね、現在開催しております。当館が今年新規購入しました豊臣秀吉朱印帳が出ております。小田原城が落城した直後にされた資料でして、ご北条氏が滅亡したことを秀吉とある人物が喜び合っている内容になっております。じゃあ、そのある人物は誰か、それはですね、博物館にお越しいただいて確認していただけたらなと思います。本店に合わせまして、実際にですね、古文書を持ったり閉じたりすることのできる体験コーナーを設けております。戦国武将たちのですね、印判と呼ばれるんですけれど、判子をですね、押して、それで、古文書を折ったり、当時の武将の気持ちになって折ってみよう、そして閉じてみようといったコーナーを設けておりますので、ぜひですね、体験していただければと思います。本店に合わせまして、図録も販売しております。700円のお手頃価格ですので、ぜひ購入していただけたらなと思います。みんな買ってね。